僕は河野健一というものですが、今日はサッカーについて少しお話しさせていただきます。サッカーの本質とは何か、深く考えたことはありますか？実は、サッカーは単なるスポーツ以上の意味を持っているんです。まず、サッカーの起源について触れてみましょう。サッカーは古代から存在する球技の一種で、紀元前から様々な文明で類似のゲームが行われていたんですよ。現代のサッカーのルールが確立されたのは19世紀のイギリスですが、その本質は遊びだったんです。ところが、日本では戦後の教育改革で体育の一環としてサッカーが導入されました。これにより、多くの日本人にとってサッカーは、やらされるものというイメージが定着してしまったんですね。僕もそう感じていた時期がありました。でも、本来のサッカーの魅力はそこにはないんです。サッカーの真の魅力は、自由で楽しいものであるということ。誰かに強制されるものではなく、自分の意思で楽しむものなんです。僕は50年以上サッカーを続けていますが、それはただ単に楽しいからなんですよ。ここで少し、日本のスポーツ文化について触れてみましょう。長時間労働を美徳とする風潮が、スポーツの世界にも影響を与えているんです。長時間の練習、厳しい上下関係、休みのない練習スケジュール、これらは本来のスポーツの楽しさを損なう可能性があるんです。サッカーの素晴らしさは、人と人をつなぐ力にあります。初めて会った人とでも、ボールを蹴り合えば親密になれる。これは素晴らしいことですよね。国内外の遠征で新しい場所に行き、試合をし、みんなで食事をする。年齢差なんて関係なく、心から楽しめる。これこそがサッカーの真の価値だと僕は考えています。サッカーは技術を磨くだけでなく、チームワークや戦略的思考力も養います。フィールド上での判断力や状況把握能力は、人生のあらゆる場面で役立つスキルになるんです。また、定期的な運動は心身の健康にも良い影響を与えます。ただし、大切なのは強制ではないということ。サッカーを楽しめないなら、無理にやる必要はありません。休みたければ休んでいいし、やめたければやめてもいい。そして、また始めたくなったらいつでも始められる。それが僕の考えるサッカーの在り方なんです。結局のところ、サッカーは人生を豊かにする一つの手段。技術向上や勝利も大切ですが、それ以上に大切なのはサッカーを通じて得られる喜びやつながり、そして成長です。皆さんもサッカーの本質的な楽しさを見出し、自分なりの関わり方を見つけていただければと思います。ちょっと話が長くなってしまいましたね。サッカーの話をし始めるとつい熱くなってしまって、でもこの熱さこそがサッカーの魅力の一つかもしれませんね。